深夜、彼女は不思議な電話を受けました。相手の声は知らない人のもので、彼女のことなら何でも知っているという。そして本当に自分しか知らないことまで全て言い当てられ、驚いて電話を切ったのですが、その声は電話からではなく彼女の近くから聞こえていました。周りを見回したのですが、そこには誰もいなかった。ある学校で生徒たちからとても人気のある先生がいたのですが、数ヶ月間学校に来ていないことに私は気づきました。不思議なことに、私以外の校内の人々は先生の存在を全く覚えていないようでした。私は不安に駆られ、職員室の先生の席を訪れると、そこには一通の手紙がありました。そこには、私は学校に閉じ込められている、助けてくれと書かれていたのですが、手紙の日付はなぜか未来のものでした。友達と一緒に廃墟の家を探索していた時のこと。暗い部屋の中で友達が何かに驚いて声を上げていたが、私はそれを無視して散策を続けていた。しかし次の瞬間、私は恐怖で凍りついた。友達が隣の部屋から来たのです。部屋にいたはずの友達は誰だったのか。